皆さん、こんばんは。投資の隠れ家へようこそいらっしゃいました。さてさて、今回もとっておきの動画をお送りするので、ぜひ、最後までごゆっくりとお楽しみくださいませ。AI による株の買い時、つまり底値のシグナルが出ました。このチャンネルでも投資状況をお知らせしますので、ぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではでは、始めていきます。今日の東京株式市場で日経平均株価は3日続伸した。前日比128円32銭高の 27,120 円53銭で終えた。終値で節目であった 27,000 円を回復するのは9月22日の 27,153 円以来およそ2週間ぶりとなる。昨日の米国株高を受けて投資家心理が改善した。東京市場でも運用リスクを取る動きから買いが優勢だった。その反面、直近で相場水準を大きく切り上げてきたため、買い一巡後には目先の利益を確定する売りが上値を抑えた。主要な中央銀行が利上げペースを緩めるとの見方から、昨日の米国株式市場では、主要指数が大きく上昇した。東京市場では朝方には値傘株の一角を中心に買い優勢となり、日経平均株価の上げ幅は200円を超える場面があった。ただし、買い一巡後に日経平均株価は上げ幅を縮めた。米国株価指数先物が日本時間5日の取引で軟調に推移すると、日経平均先物やトピックス先物には散発的な売りが出た。市場では、国内の機関投資家を中心に利益確定の売りが出ていたとの指摘が聞かれた。昨日まで海外投資家が日本株を買い戻す動きが強かったが、買いの勢いが一服したとの指摘もあった。岸田首相は、5日午後の衆院本会議で、外国為替市場で進んだ円安について、インバウンドの回復や企業の国内回帰などにより、経済の活性化につなげることが重要だと述べたが、相場の反応は限られた。東証株価指数は3日続伸し、終値は 6.03 ポイント高の 1912.92 だった。東証プライムの売買代金は概算で2兆8269億円、売買高は11億8570万株だった。東証プライムの値上がり銘柄数は898。値下がりは849、変わらずは89だった。今後もボラティリティの高い動きが予想されていますが、AI ではここから長期投資を始めよとのシグナルが出ていますので、この動画ではここから投資をしていきます。今後、投資状況をこの動画で報告していきますので、ぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。それでは、明日も絶対に見てくださいね。いいかお前ら、株式投資は完全に自己責任だぞ。自分で考え、自分で決めろよ。絶対人のせいにすんなよ。じゃあ、明日も絶対見てくれよな。